歴戦のフルツワモノである力士の最後、引退の時の断髪式、そこに花を添えるということで、エクストリーム断髪式やっていきたいと思います。桜餅カンタです。よろしくお願いします。ではでは早速スタートしていきましょうか。とりあえずね、チュートリアルってことでね、3つぐらいクリアしてステージ4からやっていくんですが、どれぐらいステージあるのかちょっと皆さんにお見せしておきましょう。思いのほかあります。合計40、50ステージあります。というわけでステージ4やっていきましょうか。どのようなゲームなのかっていうと、僕も完全に把握してるわけではないんですが、エクストリームな断髪式っていうことでね、髪の毛以外にもね、スパーンって切れるんですよ。スパーンって切れるんですよ。あーで、後ろ氷を切り落として押すことによって土俵に送り出すと、ボクサー、いや意味がわからないよ、ニュージョブ、断髪式で相撲を引退してボクサーに転向していくっていう、そういうことなんでしょうね。なんかこう、あけぼの思い出すよね。かつての大晦日のリング上がってたよね。ちょっと結果の方はね、結果の方はもうちょっと、うん、もう口に出すのもはばかられますが、あ、大玉すでにちょっと転がってるんだけど、でもこのまま行くと勢いが足りないだろうから、箱を斜めに断髪。あれ切れない、箱切れない、あ、切れた切れた。いやまあ断髪じゃないけどね、こんなん。はあ、勢いが足りなかった。っていうことは角度が足りないのかな、もっとこれぐらい。あー、いいね、いい、いい勢いだったよ。あ、警察官になってる。なんで後ろのさなんで後ろの人まで完全に一緒に職業を全うしてるんだろうね。付き人なのかもしれないね。人生の付き人ですよ。うわー、なんだこれ、パーン、危ねえ。もうちょいで土俵際に押し込まれるところだったよ。これちょっと待って、普通にただただただ引退しただけだからさ、これもうちょいベストで、スパン、ベストで言ったらさ、なんか新しい職業出てこないね。で、今気づいたけど、ちゃんと曲げもね、今地面にポトって落ちてたねさあ次行こう。まあこれも普通に考えてこういうことでしょうね。こういう切り方、なんか狼っていうゲームを思い出すな。あ、消防士だよこれ。後ろの人オレンジ着てレスキュー隊だな。へえ。いやー、そんな巨体でね、動けるんだろうかね。まあ動けるか、筋肉の塊だからな。ちょっと待って、 B ってあるんだけど、これ何、ちょっと待って、なんかさ、マリオ的なやつじゃないのこれ。パン、いやー、言ったね、予想通りだね。B のやつで、 B の何な、スイッチじゃないけど、これなんていうやつなんだろうね。これをボンってやったら、 B って書いてあった床が抜けて無事引退ができたと。はい。あー、何これ、すげえ不安定なんだけど、まあこれも斜め上に切り上げる感じではないの。あー、ちょっと届かないな。ってことは、ってことはだよ、これ左下の1本だけ切ったらどう、これ、えい、オッケー、完璧ですな。え、何これ、キャッツ、キャッツ愛的な。いや、泥棒。いやー、なんでよりにもよってそのコスチューム選択した？ルパン三世とか他にもあるだろ？やたらと重いの出てきたね。やたらと重いの出てきたね、これ。どうしようかな。こうやってやってみるか。で、さらにこれをスパッて。あー、二連切りは意味ないか。どこで切るのがいいんだろう。真っ二つで切ってみようか。真っ二つで切ると、この重りが邪魔をするから、ここだ。左のやつを切ろう。切り落とす。で、ここ切る。あれ、テンポかな、テンポが大事なのかな。ピンってやってからピン、あー、よし、なんとかできた感じ。無理やり押し込んだみたいな感じだけどね。にしてもさ、左側にさ、ランクが常に出てくるんだよね、 ABC って。なんでその下の表記がさ、ハンバーガーとかのやつなんだよね。これ今回 C だから、ジュースしか出てきてないけど。あ、ちょっと難易度上がったんじゃない。とりあえず B のB を消す。B を消す。あ、違う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 。じゃあこれをまず斜めにしておこうか。スパン、スパン。切れないぞ。なんか反応してくれなくなった。えい、えい。あ、ちょっと待って待って待って。反応しない。もう一回行こう。スパン、スパン。なんかこれじゃダメなんだ。スパン。いいね。いいんじゃない？来ました来た、これ。無事引退して、いや、お医者さんに転職と。意外と頭いいんだろうね。その後ろの人は相も変わらずちょっと斜め上に行ってるけど、なぜナースなどだと。いやね、看護師っていう職業はね、ちゃんとね、男の人もね、なってるんだよ。
なんでわざわざナースになったそれ。女性の服ですよね。まあそういう趣味なんだろうね。それを否定することはできない。うん。そういう服装の趣味だと言われてしまえばそれまでだからね。さあ、じゃあ次はあの B を押すわけなんだけど、まずこれ押しといて、それから、やっぱ直接は押せないのか。じゃあこの氷をスパンっていこう。氷スパってやったら、もう一段階ぐらいスパってできない。できないな。二段階スパは氷できないな。本当にできないのか、もう一回試してみようか。真横にまずスパってやるでしょ。それをもう一回こう行く。あ、いけるじゃん。二回。もう一回行こう。パン。で、こう。あー。二回斜め上に切れないから。あ、行った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 。ちょっと見事に行き過ぎたな、今回。もう一回落ちないか、これ。もう一回ぐらいスパっていけない？まず、てっぺん行くだろ？あ、行った行った行った。ナイス！あ、ダメだな。これ今気づいた。左上にハサミかける2ってあるから、2回までしかスパってできないんだ。と筆書きでさ、木の箱も氷も全部いけないのかな？いけないな。じゃあ、これぐらい？あー、そっちじゃないんだよな。これでいけるかな？ゆっくり、ゆっくりいってなんとかゴール。いやー、これもうちょいうまくいきたいな。パン、パン。これでいけるんじゃない？あーいな。うまいこといかん、うまいことこの土俵の中入らないな。まあいいか、次に行こう。一応クリアだからね。おやおや？これ入るの難しくないか？ん、こうやって切ろう。こうやって切って次は、こう、これでどう？入らない。チュン。いいぞ。さらに、チュン。違うんか。で、斜めに切って、オッケー！なんか、たまたまうまくいった。そういうこともあるよね。なんかそろそろ新しい職業をゲットしてくんないかな。えい。これシビアなのか、これは行くの。オッケー、普通にクリア。お、何これ、何の職業か全然わかんない。鷹の、あ、これ鷹城って読むんだったっけ。あー、後ろの人が何者なのかわかんない。鷹城だと思うんだけどね、これ。鷹をね、巧みに操る人ですよね、これね。いやー、そんな職業まで取り揃えてるんだ。なかなかですな。はい、次行っとこう。丸太来たか。この左下の土俵に力士をお届けするわけなんだけれど、どういう物理計算でいけばいいんだろうね。まあ、バランスだよね、バランス。こうやって切ってみようか。あ、完璧！いいじゃないですか。ちょっと土俵からは外れてるけど。で、次は？この木箱をうまい具合に壊せばいいんだよね。この角度じゃない？よしよしよし。ちょっと行き過ぎたな。ちょっと行き過ぎたな。ちょっと行き過ぎないように切るか。もうちょい、もうちょい動け。もうちょびっと。動かないっていうね。もう一刀入れてみるか。パン。おー。おい、ちょっと行き過ぎたけど、なんとか。なんとかギリギリ引退できた。ギリギリ引退できたって嫌な表現だな。もう引退したくてしたくてしょうがない人みたいだよね。で、なんか、トランポリンがあるんだけど、あの上に乗ったら、ぴょいーんって行くんかな？ぴょいーんって。あ、失敗した。こうかな？落っこちない。このぐらい？ぴょいーん。オッケー！クリアー！やったー！なんだこれ？じゃ、これも、ぴょいーんってやったら飛んでくんかな？なるほど。同じ要領で、跳ねていくと。同じ要領で跳ねていけばいいということだね。分かったよ。跳ねろ跳ねろ。もうちょい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 。ぴょんぴょんぴょんって。これどう？やった、コスモノーツ。宇宙飛行士。はぁ。宇宙飛行士慣れたか。まあ、そんなわけでね。憧れの宇宙飛行士慣れたところで今日のところは終わっときます。ちょっとこの後予定あってね、もう出かけないといけないんだ。
というわけでよかったらまた見てね。バイバイ。次は何になれるんかな。